今日はですね、いつもやってる、授業系はね、ちょっと一回お休みして、今日はちょっとね、箸休めじゃないんですけど、ちょっと、グリコの部屋もね、寂しくなってきた。あ、ちょっとその前にタイトルコールしようか。タイトルコールしようか。じゃあちょっと、あゆみさんいつものやってあげて。いつもの？グリコの部屋この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、始まりましたね。始まりましたね。今回はグリコの部屋の、ゲストになりたいっていう願書が届きまして。願書やばい。ということでちょっと面接をしようかなって思ってます。およ、じゃあじゃあ希望者1番どうぞ。入ってきてください。失礼します。あ、じゃあ希望者2番の方もどうぞ。失礼します。じゃあ君から名前どうぞ。あ、はい、フリッター、2年目。ちょっと声小さいからさ。はい、しっかり喋ろう。すみません、圧迫面接。じゃあ君もどうぞ。あ、どうも、はじめまして、七海翔です。はい、普通ですね。特にないですね。わ、かりました。じゃあそうですね、うちのグリコの部屋レギュラーに希望した理由的なのを、じゃあ君名前どうぞ。そうですね、やっぱね、今時ね、こうね、メディア戦略というかね、大事なんで、自分を売っていこうかとね、いうことで、ネクリコ、人気番組なんで、やっぱね、呼んでもらいたいなと。なるほど。はい。じゃあ、君もどうぞ。あ、はい。僕は、自分に自信があったので、応募しました。はい、以上です。おお。やっぱ特にはない。なんか特に。イケメンな、ね、人みたいなんで。そっか、じゃあお互い年齢をちょっと晒してもらっていいかな。はい、そうですね、僕はね、1989年5月14日まで、26歳。はい、なるほどね。またこの年まで無職だったっていうのはなんか理由があるんですかね。そうですね、やっぱね、社会のね、歯車にね、なりたくないと。なるほど。よくいるダメよ。ダメよですね。じゃあ、これまではもうずっとホスト。そう、いや、違いますね。大学行きながらね。でも、この間はずっとホスト。あ、そうですね、この間はずっとね、ホストやる。じゃあちょっとマイナス。マイナス？マイナスですね。マイナスポイント1だな。そうそう。あ、じゃあどうぞ。あ、どうも、1992年、平成4年の7月7日生まれです。はい。すごいね。じゃあ、やっぱり面白いことができなきゃ、グリコの部屋のレギュラーにはなれないっていうことで。しんどいしんどい。いいですよ。じゃあ、どうぞ。じゃあこれでちょっと一発芸をお願いしてもいいですか。そうですね、はい。待ってよ。もうちょい時間もらってもよろしいですかね。ちょっと急すぎたので、はい。ああ、わかりました。なかなかのね、無茶ぶりを。じゃあ、
じゃあ君はこっちで。そうです、お願いします。よし、いや、絵ばっか。いやいや、あの絵だね、2人でちょっと、まあ、ということで、ね、あの2人がまあ考えてくれてる間にね、違う話でもしようかな。いいね、違う話しようか。あーね、先日ハロウィンイベントあったね。はいはいはい、ありましたね。はいはいはい。どうでしたか、盛況のほどは。どうでしたか。あ、ハロウィンですか。いや、もう大盛況ですよ。うん、自分なりに。そうですね、まあ、そうかそうかそうか、だね。ちなみに、昴生さんは、何のハロウィンの仮装をしたんですか。あ、そうですね、僕はね、ね、よくあるやつ。うん。よくあるやつというと、うん、骸骨ね。うん、じゃあ、翔さん、ね、これで、はい、一発芸お願いします。無理すぎるな、これな。やってもらおうか。無理すぎるでしょ、ちょっと。じゃあいいですか、3-3-2-2-1-1で。え、いいですか。ないよ、これ。これなかなか難しい、本当に。バン来るよ。あ、放送時間になったらと思って。僕ですか。何書いてたかっていうとですね、昴生さん書いてました。はい、昴生さん書いてましたね。おおお、かしいおかしい。昴生さん、いや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 、昴生さん書いてましたね。はい、某キャラ。はい、昴生さん書いてました。本当に。はい、じゃあちょっと一発芸お願いします。本当にお願いしますね。いや、こういうの勢いでやるもんなんすよ。うん。怒られてる、怒られてる。こういうのは。うん。いや、お酒欲しいな。最低なことやるでしょ。あ、やばい。え、いいですか、3-3-2-2-1して。そうだね、うん。ちょっと、もうちょい時間欲しかったけど、じゃあ、先構成これずっと持ってるから、先やってみて。もう、ダメっすね。ダメっすね。いや、もう、じゃあ、わかりました、わかりました。できないと、ちょっと、はい。わかりました。じゃあ、私が見本見せますよ。お願いします。うん、すいません。はい。これ、一発芸って、まず、はい、考える時間とか、はい、5秒なんですよ、はい、5秒。はい、ですね。5秒。5秒あれば十分ですね、やっぱり、はい。もう、今、考えてるんで、今、仕込んでるところですね、彼は。はい、超いい感じですね。あ、こういうの欲しかったですね、やっぱり。おざーす、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 おざーす。ちょ、先輩聞いてくださいよ、マジで。どうしたん、マジで。ちょ、新しいアクセ買ったんすよ、見てください、これ。超イカすじゃん、お前。超イケてないっすか、マジで。マジかよ。まあ、っていう感じっすね。嘘、嘘、嘘。あ、これが正解です。正解です。うん、これ正解なんです。これが正解です。はいはい。まあ、みんなもね、就職、まあ、もうちょっとね、時期ちょっとずれちゃったけどね。ね。ちょっとね、再就職する場合は参考にしてもらえればいいかな。なるほど、そうですね、はい、これね、じゃあそれを踏まえて、まあやっていただきたいなっていう。そうですね、欲しいですね。聞いた今。でもうちの店は本当に無茶ぶりに弱いと思う。弱いそうだね、うん、いやそれをちょっとやっぱ改善しなきゃいけないかなっていう。これでもいいですよ。好きなの使ってください。でも、これだけしてもレギュラーになりたいっていうね。いや、うん、いやもうありがたい話ですよね、本当にね。お願いしますよ、ここはバッチリと。いや、はい、はいはいはい、すいません。主戦力誰だ。いや、思いの他うまくかけた、昴生が。それ主戦力。昴生が思いの他うまくかけちゃったもんね。はい、全然この地域にあるものだったら何でも使っていいんです。いいですね、いいですね、うん、自分の体使うってのも全然あれですね、うん、全然すぐできるんだからね。すぐできるんだから、本当にね。よ
6割、うん、すごいからこれ本当にね。これとかちょっといい感じじゃないですか。あ、これ形いいね。形いいよこれ、うん、本当にすごいよこれ。これね、うん、これね、玉金でかいかっつってね、ほんとね、玉金でかいかっつってほんとね、チンコ細えなっつって、うん、すごいからね、これね、返しやばいから、ここ、うん、まあ、こんな感じでね、どうやればいいかなって、素晴らしい、正解だね、うん、正解だね、これが歴代の力、うん、これ、そうだ ね、銀玉にも出てきたもんね、出てきた、出てきた、うん、出てきたね、はい、アームストロングサイクロンジェット、アームストロング砲でしょ、うん、え、どんどん、ね、見つけちゃってくださいよ。いいっすか。おぉ、いけるいける、少ないな。いけるいけるいける。これなんかいいんじゃないですか。これなんかすごく、ほうほう、これなんかすごくいいんじゃないですか。ほんとにいけえ、待って待って、え、そんなやらない。これみんな待ってるよ。皆さん待ってますよね。イエーイ、大仏、何歳になったのか俺も覚えてないよ。イエーイ、的なね。嘘でしょ。ひどいねこれ。ひどいよ。仏の顔も3度までやで。いやいや、マジで。じゃあホストになった理由教えて。ホストになった理由か。ホストになった理由。あ、僕からでいいですか。じゃあどうぞ。そうっすね、まあ、お金が欲しいからホストになりましたね。真面目か、まあ、一番の理由です。真面目か、真面目なんで。真面目か、真面目か。普通か、普通か、2人に1人か。2人に1人の回答か。一番それ聞いて待ってない答えだよ、本当に。え、じゃあ昴生さん、ホストになった理由を教えてください。そうですね、まあうん、まあ暇だったからですね、うん、うん、やっぱね、暇持て余してたからね。普通か、そう、普通かって。普通かって、うん、まあ3点、うん、3点、うん、3点。この場合、あゆみさんじゃどうしたらいいんでしょうね。この場合ですか、そうですね、やっぱ代表クラスに見染められるためにはどうしたらいいんですかね、この場合は。そうですね、ホストに なった理由です。はい、そうですね、そうですね。まあ、お金が欲しいっていうのも、理由とか、やっぱ野心家が売れるなって思われると思うんですよ、うん、はい、まあ、うちの代表とかも野心家が欲しいと、うん、そう、だから、お金をただ欲しいっていうのじゃダメ、うん、お金を手に入れて、人を虐げたいぐらいまで言わないとちょっと代表には認めてもらえないかな。ボケないんかい。ボケないんかい。どうしようか。ボケないんかい。いや、もういいよ、ちょっと。違う、これ見て何を思い出す。そうそうなんだよね、これは、あれ、ゴールドエクスペリエンスレクイエム。CM 言ってもらっていいですか、あれさ、うん、じゃあちょっといつもの。あなた、うん。ひどいな、今日。ドゥン。最後まで見ないと、お前らのケツの穴から蝶を引きずり出してやるぞ。お前を一生幸せにすることが俺の仕事だと思う。運命の人と出会うならイオンインク。イオンインク、うまそう。イオンインク。経験者大募集。
いや、ムさん。はい。ムさん。はいはいはい。ひどかったね、ひどかったね。ひどかったね、あの子たちね。うん、いやいやいや、ひどかったね。ひどかったね、うん。うん。いやー、あ、安心してください、はい、あの、はい、うん、大丈夫です。ここからは、あの、僕たち二人でやらせてもらって、はい、大丈夫です、うん、すごかった、怖かったね。怖かったね、うん、俺、すごい、すごいね、うん、はい、どうしようかって思っちゃって、うん、びっくりしちゃったよ、本当に怖かったね、うん、怖かった、うん、あやさ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 ん、何対抗して書こうとしたの、これ、あやさん、これ何、いや、それは、これ一体何、前回見ていただいた方は分かるけど石崎くん書こうと思って顔面ブロック、うん、本当に、いや本当にね、さっきのせいで俺心なしか影薄くなっちゃってきたもん、ほら、ね、見てこれすごい、もう本当にびっくりしちゃったいやびっくりしちゃったね、対応力のなさ、うん、俺びっくりしちゃったよ、うんうん、怖いね、うんうん、俺だって釣られてこっちもちょっと喋れなくなっちゃうんです、うんうんうん、病に落ちる、やばいね、本当にね、うん、病気だよ病気いやもう怖いな、怖いね、本当に、うん、じゃちょっとね、退場させようってきたんで退場させちゃったんですけど、うん、ちょっと店戻ってもらいました、うんうん、本当になぜ呼んだって来ちゃったいやなんで呼んだんだろうね、うん、いやでもちゃんとクイズがあれば、うん、全然そうだね、でもね、いちかくんも体調悪くてちょっとね、あのポイント制でやってるのに欠席率の高さよ、うん、本当になんだろうね、二、うん、人帰ってすごい喋りやすいね、うん、最低かよ、なんだろうね、この感じ、うんうん、すごいね、やっぱこう、なんなんだろうな、うん、この二人で喋ってもね、まあいつも通りっちゃいつも通りだからな、うん、まあね、うん、いやね、ダメだ、面接だったらもうさ、そこら辺の暇そうなホスト引っ張り出してきてさ、うん、あのグリコの部屋面接とか行ってやった方が楽しかったよな、そう、あのどうしようかって思って、その辺のホスト拾ってこようかなと思って、うん、本当にそっちの方が面白かったね、面白かったじゃん、うん、あ、ビクビクだろうね、うん、グリコの、あの、うん、っていうか生放送出たことない人だったら間違いなく緊張するじゃんえ、どうしたどうしたどうした、うん、どうしたっつって大丈夫っつってちょっと優しくしてから面接に入った瞬間圧迫面接するんだよねそんなんじゃあれないよっつって不仲になっちゃうね、うん、本当に面接ね、まあみんなも就職活動もうあったのかな、そうそうそう、体張った企画また M やってよ、だって、おやっぱそういうの求めてるわけだ、うん、そう、俺ね、ちなみにね、はい、2つほど考えてあるから、2つほど考え、もう2つも考えた、うん、ね、まあ俺はできるけど、うん、みんなできるかな、ないない、え、まず行ってみようよ、行っちゃうの、言わない方がいいの、まあちょっとエアーガンを使おうかなみたいな、ほう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 、また危険な、うん、そうそう、ゲニマッポと危険な遊びしますね、うん、で、まあ、エアーガンをどうするんですか、うん、まあエアーガンを、まあ撃つんだけど、うん、あー今日の鳥の位置で乱射するみたいな、うん、あ、いやいや、まあエアーガンを簡単に言うと、まあ人に撃つ企画なんだけど、はいはい、うん、それ何が面白いですか、うん、体張るの意味間違えてない、うん、いやいやいや、合ってるよね、ただただ人を傷つけたいだけですよね、うん、ただひたすらにエアガンで人を撃つっていう、うん、それ30分かよねえ、持たねえよ、まあ持たないね、うん、やばいやばいやばい、まあなんだろう、体張るっつったら、まあ洗濯バサミとかでもいいんじゃないの、いや、眉もぐらいになってやっぱさ、まあ放送前アナルパール仕込んで最後まで見ないとっつってお尻ペンペンっつって出すね、ブリブリブリっつってペンペンの部分え、何あのそのさ、何なんだっけ、アナルパール、アナルパールをシャーッ1個抜いてビチャーン出た中、これを何あのザッグフのサンダースネークのようにあのこうやるわけ、マジマジビリ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 みたいな、最低最低だね、最低だよ、さすがに放送できない、おげれ、おげれつ、てかむしろあのグリコのランキングというより YouTube のランキングでトップ狙えるよそれやったら削除依頼がホスト漏らすんだもん当然で、うん、余裕で、しかも削除依頼やばそうだ俺超有名人になっちゃう、本当に、うん、え、なんかさ、体張ってなんか やってほしいとかある、逆に
体張って検証できるよこっちは。あ、うん、やるやる、全然あのスタンガンとかその辺に置いてあればやる。ああやるもんね。ただ高えから、うん、持ってくるあの、のもね、あれやりたい。だからスタンガンを上に吊るした障害物装とかね。あやばいやばい。うううっつって。うん、ここ持ってくる、ま、間に捕まっちゃうからね。でしょうね。大量のスタンガン歌舞伎町で見つけちゃったらね。放送中歩むだけずっと逆立ちだって。それ面白いよ。何が面白い。俺喋らないよだってその間。大丈夫。まずあの逆立ちから練習しないといけないよ。戦力一つ減って俺オブジェになるんだよ。ここでオブジェになるんだよ。大丈夫それ。俺、うん、悪いけど30分間逆立ちしてるこいつ俺さばけない普通に。さば、うん、けない、うん、無理だよ。無理だよそれは。で、声も必死に出すわけだからね。うーとか言って喋ってる間うーって聞こえてくるんでしょ。鼻クワガタだって。あ、鼻クワガタね。まあいいじゃないですか。うちのオーナーと、まあ、ゆうまちゃんがクワガタ飼ってるんで、うん、飼ってるからね、はい、うん、まあまあやりますよ。まあでも血見たけりゃ全然、うん、血見たけりゃ。、うん、でまあほらね、俺次の日からね、うん、鼻に絆創膏して菊丸エイジみたいな、ね、おしゃれだね。そうそうそう、エイジエイジおしゃれだね。ほんとにそば反念しちゃうぞっつって分身するね。分身しちゃうね。シンクロもしちゃうよ。つまんねえ。肛門にエアーガンだって。あーいいっすね。あの待って、肛門にエアーガン、この発想こいつイカれてるよだよ。イカれてるよ。こいつサイコパスだよ。サイコパスマジで。犯罪件数優に超えてるからね、うん、やばいやばい。やってみろやって。え、なんなのもうみんな、あの、なに血を見たいの。純粋に。もうそこまでしないと俺ら面白くできないわけ。なんそのグロ画像が見たいの。なんなの本当に。ふざけんなよ、本当に。とりあえず一回血見たいんだ、みんな、うん、血見たいのそんなに。そんなに血出させたいの。危ないよ、ほんと。あ、ロケット花火キャッチなんてよくないですか。いやいや、どこでやんだよ。ロケット花火キャッチ、うん、まあ、いいけどやってみたいな、うん、でも俺は、うん、いいよ、ロケット花火の打ち合いとかでも全然いい。あ、やってみたい、うん、あ、なんかお祭りありますよね、そういうお祭り、うん、それ、まあ、やるのは別に、うんうんうん、でも、やるのはいいけど、まあ、暗いから、なんせ、うん、シャンパンで館長。ちょっと待って。もう全部出るよ。全部出ちゃう。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 何、俺らのホストの下痢みたいの。何なのこの人たち。豆板醤。激辛バトル。あ、激辛俺ちょっと勘弁してほしいな。うん。ケツに向かってロケット花火はいいけど、あれやってみたくない。腹筋の力で。バッティングセンターのボールを止められるかっていう。は？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 腹筋の力でバッティングセンターのボールを止められるか。もしくは大根でホームランを打てるか。いや止められるけど、止めた分の代償を払うよ、ここが。うちの心が悪いとあばら粉砕骨折。骨折で済めばいい、破裂じゃなければいいよ。そのレベル。どうすんのそれ。やばいね。思った以上にあのポップアップしてなんかシューンとか、私死ぬよ。ポップアップとか、お前エアガンのシステム言うんじゃねえよ。野球ボールでそれは再現できるよ。ジャイロボールかお前。すげえな。あ、左の人ジャニーズにそうだって。これどえ、よかった。え、左じゃない。でもあっちから見て、あっちから見て左でしょ。ああ、そういうことか、うん、あ、まずあのさ、あの、てめえ普通にそんなデブジャニーズに、おいそんなデブジャニーズにいるかよ。殺すぞ。デブジャニじゃねえ。デブジャニエイト。デブジャニじゃねえよ。デブジャニエイト。そんなデブジャニーズにいるかよ。痩せてくるわ。ごぼうのしばき合い対決。あ、これ面白そうじゃない。ごぼうのしばき合いでごぼうで
そうそうそう、叩くってこと。そうそうそう、あいいよ。意外とあれね、ちぎれないもんね。あ、ちぎれないんだ。ちぎれないでしょ。え、じゃあいいじゃん、すべてのツッコミとイラってしたことをすべて隣のやつにごぼうで本気でぶつける。え、面白いね。え、しかも本気だよ。え、よかった。うるせえよ、バーンって本当に、ね、すげえ本気でやんの。よかった、まあ、よかった、うん、本当に。だからこれが、うん、あの営業後だったらただの乱闘になってたから、うん、そうだね。そう、営業前の放送でよかった。じゃあごぼう買ってきて、うん、そうだね。まあ、あとでね、ごぼうは豚汁にするということでね。まあ、まあ、うちは大丈夫、ごぼう折れない、ほんとにごぼう折れないんじゃない、まあ、ごぼう何本か買ってこよう。、まあ、ちゃんと洗おうね、ごぼう。あ、そうだ、ね、最初にね、うん、土まみれとかやだ。営業は、営業この後控えてる。顔面とか土まみれ。顔面にパーンはまずいよ。いや、まずい。鼻折れるよ、普通に。あ、ほんとに。あれ、結構しなりいいからいけんのかなみたいな思ってさ、土まみれのデブっておい。好きだね、ほんとに。土まみれのデブって力士じゃねえかお前。デブッターだって。デブッター、うん、あ、俺のせいでちょっとあのグリッターの何肥満率上げちゃってんの今。そういうことじゃないかな。あ、辛いね、ちょっと、うん、なんで離れた今。ああ。5番むちなみに痛い。おう、土まみれ営業笑。いや別にそれは面白くねえ、痛そう。ごぼうのしばきはいいっすね。いいね。ちょっと次やります、うん、あ、叩いてかぶってじゃんけんぽんとか。あー、いいね。ごぼうと、うん、なんでやる。ごぼうの、はちみつ対決って何。なに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 、はちみつ対決。1分前ですけど。あー、もういい、うん、もうひろきゼロか。時間か。うん、めちゃめちゃくずろぐよ、ぽっちゃりったって。そう、面白くねえ。さあ、今日はどう締めますか。そんな感じで。あ、ちょっとあれやればいいじゃん。なんだっけ、こういうのなんて大仏、こういうのあるじゃん。こういうのなんだっけ。こういうのあるよね、大仏こうやってくつろいでるやつあるよね。小鳥たちが、ごめんいや、これさ、数多くの人が。ごめん絶対汚いから最近まみれだよ、マジで。これ、普通に今怒ったでしょ、ごめん。おい、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。